ニュースのお時間です。ナビゲーターを務めさせていただきます。増座でございます。今日は、特に、個人的な主観が強いので、皆様のリテラシーでお願いいたします。大関氏の出演者が、徐々に頭角を現してきております。古株のメンバー以外で言えば、パンク町田氏が、現段階では、超絶人気を博しているように思えます。まずは、角度の問題もあると思いますが、見た目、そして、徐々にコミュニケーション能力が高まっている点です。その他にも、帽子と、刺しちゃったことも、某有名人と共通していると話題となっております。ちなみに、フォークで刺しちゃったみたいです。おそらく、傷跡は、中途半端なハンコ注射のようになってると思われます。パンク町田とは、何者なのかと思って検索をしたら、作家であり、動物研究家が出てきました。以前に、研究されていたことで、この名前を使用しているのかは、定かではありません。むしろ、全く無関係の可能性も十分にあるのではないかと思います。ダメンズ鴨川編の際は、プラスティックフォークか、インド風に手で食べてもらった方が安全かもしれません。個人的に気になるのは、ダメンズの2期生です。現段階での候補が誰なのかは全くわかりませんが、今から楽しみすぎます。皆様としては、誰が2期生にふさわしいと思われますか？それでは、またお会いしましょう。チャンネル登録お願いいたします。